こんにちは噂ののの歴史フェイクニニュューースス時間です本日のニュースですす本日ブルガリア帝国が最新技術でよみがえる量子革命が中世の都に未来をもたらしましたブルガリア帝国は現代の最新技術を取り入れその革新で世界を驚かせています中世の壮大な城壁に囲まれた首都プレスラフでは量子インターネットとサイバーフィジカルシステム CPS が導入され 市民の生活が劇的に改善されています皇帝シメオンの執務室には最新の量子インターネット接続が設置され国家運営のデータ通信がかつてない速度とセキュリティで行われています量子暗号化技術により政府間の通信が完全に保護され情報漏洩の心配がありませんこれにより迅速かつ安全な政策決定が可能となり国家運営が効率化されています ブルガリア帝国の農地ではサイバーフィジカルシステム CPS が導入されています農地の物理的な環境はセンサーとアクチュエーターを用いてリアルタイムでモニタリングされ収集されたデータは量子インターネットを通じてクラウドに送信されます AI がこれらのデータを解析し最適な農業手法を指示することで農業生産性が飛躍的に向上しています 帝国の防衛も最新技術で強化されています。量子レーダーシステムが導入され、国境を越える全ての動きを高精度で検知します。また、CPS を用いたスマート防衛システムが、物理的な国境警備とサイバー防衛を連携させ、侵入者を迅速かつ正確に排除します。これにより、国防力が大幅に強化されています。観光分野でも革新が進んでいます。 帝国の観光地では、拡張現実、AR と量子インターネットを組み合わせた技術が導入され、訪問者はスマートデバイスを通じて中世のブルガリア帝国の姿をリアルに体験できます。AR グラスを装着すると、歴史的な遺跡や建造物がその場で再現され、観光客はまるでタイムスリップしたかのような感覚を味わえます。帝国の市民の健康管理も進化しています。 最新のバイオセンサーと量子インターネット接続が各家庭に導入され市民の健康データがリアルタイムで医療機関に送信されます AI がこれらのデータを解析し個々に最適な健康アドバイスを提供することで病気の予防や早期発見が可能となり帝国全体の健康水準が向上しています現代の最新技術を取り入れたブルガリア帝国はかつての栄光を新たな形で取り戻しつつあります 歴史と未来が融合したこの国から、今後も目が離せません。このニュースは AI で自動生成されています。以上、本日の歴史フェイクニュースでした。